こんにちは断捨離トレーナーの浅沼美智子ですいつもブログを読みいただきありがとうございますあなたは断捨離という言葉にどんなイメージを持っていますか断捨離は物を片付けることと思われている方が多いと思いますが実は物と一緒に 執着を手放し物空間の片付けでありながら心の片付け術でもあるのです断捨離をすることで自宅を宣伝された空間に変えたり心にも変化を起こしたり人間関係も良くなり悩みやストレスもなくなり家族も変わります 多分今あなたは本当にと思われていると思いますなぜ物を片付けるだけでそんなことになるのか私も最初はそう思っていましたしかし断捨離を続けていくことでそのことに確信を持てるようになりましたそんな私の断捨離での変化をお話しさせていただきます 子育てと両親の介護が終わり第二の人生を模索して老後のことを考え戸建てからマンションに引っ越すために物をずを随分絞り込みましたしかし実際にはまだ多く家が雑然としていた状態で片付かず欲しいものもすぐに見つからずイライラしていました 片付け上手になりたいと多くの収納本を読んでいましたがなかなかピンとこなくてネットで検索し YouTube で山下さんの動画を見て断捨離を知りましたその中にあった「捨てれば片付く」というコンセプトが新鮮でした何回も YouTube を見な,見ながら とにかく一度山下さんに会ってみたいと断捨離セミナーに参加しました今まで物を大切にすることばかりを考えていて収納することに重点を置いていましたが使わないものはたとえ使えたとしても捨てていいと知り発想が 今ままでと180度変わりました。今の自分の人生を心地よいものにするために「重要軸は自分時間軸は今」という考えを知り「ものを捨てよう」と決心しました「ものを捨て始めるとしまい込まれて忘れて放置されているものが多く」 毎日見ているようで見えていないものがあることに衝撃を受けました断捨離はただの片付けではないと思い自分の心と向かい合い考え決断していくことの大切さを知りましたそんな中気になっていた母の日記を手放す決心をします 母が日記を大事にしていたのは知っていた,知っていたので捨てづらく日記を捨てることは母を捨てるような気がしてつらかったのですが今後それを読み返すことはなく母の人生の記録であり自分にとっては特にこだわりのあるものではなく捨ててはいけないという 思い込みがあることに気づきました捨てづらいという感情を持ったものには自分でも思いもしなかった思いを貼り付けていること山下さんが言う「物は思いの証拠品」という言葉を痛感しました「今までの私は子供の頃母に素直が一番」 言われたことが心に残り、素直でいることが良いことと思い込み、母にも夫にもあまり口答えをしたり、自分の気持ちをはっきりと言うことはありませんでした。それは部屋にも現れており、一見きちんと片付けられた室内でしたが、気持ちと同じように物が詰め込まれた。 収納ででの片付けでした自分軸がなく周りに気を使うだけの人生だったことに気づき自分にかけた制限を外し自分らしい生き方をしたいと思うとともに自分を大切にしようと思えるようになりました自分が変わることで周囲も変わり 人にも優しくなれ家族の絆も強まり家が快適な場所へと変わっていきました体心時間にも余裕ができ気持ちも楽になれました夫の優しさにも気づきこれからの人生を夫と共に それぞれの時間を大切にしながら歩んでいきたいと思います断捨離には大きな力がありますあなたも断捨離を始めてみませんか次の次はあなたの番ですあなたの断捨離応援しています最後までご覧いただきありがとうございました